ございます。村よりです。はい、絶賛寝起き。大丈夫、これ下着じゃない、私服。今日は何を撮ろうかと思ったんですけど、画角が分からなくてごめんなさい。画角が分かんないよね。とりあえず洗面所ってことは分かっていただきたい。結構むくんでるじゃん、分かる？今すごい近寄るね、分かる？これすごいでしょ。なんかすごい、とりあえず寝起き5分なんですよ。私今すごい声を張って喋らないと声が出ないの。ほら出てないでしょ声。あ、裏返る声が。人間です、大丈夫です、女です。私寝起き5分で家出る人なので、この今喋ってる間に5分経つそうなんだけども、普段私が起きてから何をしているかっていうのを皆さんに今から届けたいと思います。はい、ということで今日はですね、普通のコンタクト、多分みんなカラコンがこのメガネの時しか見たことないと思うんですけど、普通のコンタクトの時見たことないと思います。なのでまあ、ただメガネを取った私なんですけど、普通のコンタクトで、まあ、リップしてっていう感じのメイクになります。その前の工程が私はいつも大事にしてるので、リンパのマッサージだったりとかを、説明を後から声で入れていきたいなと思います。こうリンパマッサージを、なのでこれちょっと今日分かりやすい感じで、はい、こう普段着着てみました。はい、この普段着が気になる方はインスタグラムへどうぞ。ちょっと鏡に向かってやってみたいと思います。画角がわからないの。だってどうしたら映るんだろうな。はい、ということでここからは実況中継に移りたいと思います。森有選手はですね、朝起きたらとりあえず顔をこんな感じで洗うんですけれども、一回洗ってから洗顔とか全部する前にコンタクトを一番最初に手が綺麗な状態でつけてしまいます。まあこれはみんな普通だよね、多分順序的にはね。で、まあ落ち着いたらですね、肌ナチュールを使ってるんですけど、これ、泡をね、肌ナチュール使って、ポン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 とこんな感じで入れていきます。で、肌ナチュールって炭酸洗顔なんで、前にも紹介したんですけど、その動画と一緒に概要欄に載せておくので見てみてください。で、炭酸洗顔をね、朝やると、結構目覚めも良くてすっきり爽快にファーって起きれるのでやってます。でこのマツエクしてるので、拭き方もなんていうの、押し付けるような感じで拭いてます。だからゴシゴシゴシって感じでは拭いてないですね。で今このクリームみたいな塗ってるのはメルラインって言って全身ケアができるクリームになってます。この日はね、日焼けがすごそうだなって思ったので、まんべんなくあのデコルテラインまでしっかりと塗ってるんですけど、このメルラインは肌荒れとか、あと汗もとかね、あの膝裏とか、あのももとか、あの気になる部分とかにも使えたりとか、あとはなんか肌を引き締めてくれる効果があったりするので、二の腕とかいろんな部分に使ってます。でこれ気になる方も詳細概要に載せておくので、こったら見てみてください。でこのマッサージね、気になる方いっぱいいると思うんですけど、前に小声で出してるので、それも気になる方もしいたら、普通の声でまたもう一回出したいと思うので、それもコメントください。はい、てな感じでなんかいろいろとね、やってて、あ、今ね、DHC のリップ塗りましたね。それも乗っけておきますね、下に。結構これね、トゥルトゥルになります。で、いつもこのリップ聞かれます。皆さん聞かれるので、これも気になる方いたらコメントください。はい、こんな感じで、いつもの森崎は出来上がってます。基本的には寝る前にエクステなので、もう三つ編みはして寝ちゃいます。なので、こんな感じの、なんていうの、この、ソバージュ、昔のソバージュな、今なんていうのわかんないですけど、なんかウェーブ感が勝手に出てくれるので、まあ、これはすごく便利なんですけど、あとはもうほんとコンタクトは普通の今コンタクトしました。で、メガネのあとここ残ってますけども。で、概要欄に載せておくんですけど、前も洗顔載せたんですけど、肌ナチュールっていう洗顔を使ってます。でその洗顔を最初使ってちょっとさっぱりとかした後に、メルラインっていう肌荒れとか日焼けとか、全部オールインワンのやつなんですけど、それをこう全部塗りたくって、でここに今リンパ流してって感じで、ちょっとすっきりしたかなとはい思います。もうさっきのむくみが
違いますよね、一応ね。起きて今10分ぐらいなんですけれども、仕事に行ってきたいと思います。リンパマッサージとか、あとは肌荒れとかのこの詳細とかねは、違う動画でまた説明をしようかと思ってるので、詳細が気になる方は、下の概要欄とかに載せておくので、見てみてください。ということで、森ありでした。せーの、おつわり、行ってきまーす。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンは、ここら辺に出しておきます。そして過去の動画は、ここら辺に出しておきます。このシーズンになるとですね、日焼け止めとか全部を含んだ、オールインワンを使ってたりとかするので、まあそれはまたさっきも使ってたやつなんですけど、個別に動画を撮りたいと思います。今日はね、なんかバタバタで、ね、なんか忙しい感じで撮っちゃってごめんなさい。ということで行ってきます。バイバーイ。